犬神家の一族エヴァンゲリオンの前にこれを見ろっていう感じで見たら、いやこれエヴァンゲリオンじゃんみたいな感じで、どこが面白かった？入れ犯人が入れ替わって犯人じゃないから、シズマとスケキヨがね、スケキヨが、はい、でもあのホイス戦もあれも犬神ですよね、あの人形は。そうです、いわば3人マスクかぶって誰かわかんないみたいな。ああ、これ繋がりますね。刺激用だったんだそれ。そう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 、そういうことで、そういうことで。もう最初から殺す気でぶっ飛ばします。本当に自信があるんで、まあこの階級だったらまず負けないと思ってます、ね。井上さんが宮田のインタビューをしてきた。ああ、そうですね。はいはい。どんな男？ストイックで、アスリートで、ちょっとナルシストな感じ。自信満々ですよね、常に。ね。自信満々でしょ。いや。僕もそんなイメージだったんですよ、ずっと。なんかすっげえもうストイックで、なんかもう。キラボーで。キラボーで。なんかだと思って、一旦チャンスって、リスってやったら、結構ペラペラペラって、面白いこといっぱい喋ってきたんですよ。あの素を出してほしいですね、試合で。試合では出さなくていいんじゃないですか。宮田選手はもうバックに回ったらどんな体勢からでもジャーマン裏投げられるっていう、でもあれは全然本気のジャーマンじゃなくて前田明直伝の殺人ジャーマンっていうのがある。普通こう投げる、こう投げてるんですね。ちょっと待って、ナイス。で宮田君こうやって、であの次タイトルマッチ、まだ殺人ジャーマン出すなよっていう立ち話の開口一番がそれだったっていう。まあルールは守んなきゃいけないんですけど、まあルールでいいってなってるんで。もしかしてその最近ですジャーマンが解禁するかもしれない。あれでも相手がやっぱり柔道経験者とかレスリング経験者なんで、まあ路上でやったら殺せますしね。すげえやばい技ではあると思いますよ。怖っ。そうですね。だからでもそれは喧嘩がベースの高谷選手に対するみたいな回答ですよね。まあ、あのこの前のストライクコースで負けてることが本人の中でどうこうあの処理できてるか。だいぶ舐められたと思うんで、だからもうしっちゃかめっちゃか暴れてぶち殺します。勝手好きなようにやらせてもらいますよ。なんだかんだ言って両方ともあの効果的にできる選手なんですけど、やっぱりあの高谷選手は打撃、宮田選手はジャーマンとかにこだわって戦ってほしいですよね。高谷君も喋ると面白いんですよね。おお、カメラ回ってない時とかね、面白いんですよ。2人ともそういう素の部分も出してほしい。タイトルマッチで大喜利やるわけじゃないですか。選手はあのかつ桜庭さんの先輩だったユーインター時代の先輩だった安城さんがあのコーチ。安城さんのコーチングっていうのはどうなんですか？一つだけ教わったことがある。アームロック、桜庭さんにアームロックの取り方を、はい、じゃああれは桜庭じゃなくて安城だったんですか？いわゆる海外で言われてる桜庭というのは安城ロックですね。安城ロック。問題点ですか？はい、問題になんか目がいかないですね、成長が早すぎて。まあ今までやった中で最強の、ね、相手ですね。ただ僕はやはり必ずそこには勝利があるかもしれません。今度7月2日にあのレスリングの、社会人選手権に出ますね。あのロンドン五輪目指してフリースタイルフリーで96キロ級です。でゲガールって意外とテイクダウンあの食らう確率が高くて、でもその分下から決めたりとかできるから、まあ、テイクダウン食らえても一応は大丈夫。
だったんだけど、ストライクフォースのキングモーセンとかはやっぱりあのテイクダウンの数でどんどん捉えてるわけじゃん。だからちょうどレスリング目指してレスリングトップしてる中でゲガール武蔵戦、それはやりたいと。なんでタイミング的にハマったのかな。いや本当に安城さんはリアル司令長官なんですよ、うん、でゲガール泉戦が決まった後にゲガールが言ったのは、泉選手が柔道の銀メダリストだって知らなかった。でそれでかなり焦ってたって話よ。ゲガール武蔵、ゲガール武蔵が、ゲガール武蔵の焦った顔見てみたいですね、うん、だってゲガールの素が見たい。素が見たい、素が見たい。今桜尾さんの階級ですね、70何キロ、すごくいい動きで、うん、だから今までのこの何年間は何だったんだっていう、あ、それは自分の、体が軽くなった感じ。鬼ぐらいいいじゃないですかね。ドラゴンスキーの印象どうですか。どうでしょう。70何キロの方で体分厚いなと思いましたけどね、上半身が、うん、そうですね、肩幅するすごいっすよ、こうなんかこう逆算みたいな。そうそう、逆算ですね。ドラゴンスキーはマッハで、マッハで、結果間違いだけど、結果に良かったなと。まあでも次は勝ちたいですね。やっぱり同じ桜ってつくんで、今年のね、大晦日で最後ね、桜を咲くのか散るのかやりたいと思いますけど、誰がお願いします。いや何も言ってんの、全然普通にですよ。いや本当ですよ。でもやっぱファンの人はそこを、まあそれは有名な、うん、見たいなと思いますよ。やるやらないじゃなくて、やっぱりいい選手だと思いますよ、うん、やっぱり決めに行く、うん、KO しに行くっていう気持ちがすごくこう表に出てる選手、それいい選手だと思います。いや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 日本人対決やるんですよね。もうやれないですよ。だってセコンドとかも全部分かっちゃうその言葉で、どっちかが別の外国語にしてほしいですよね。じゃあ僕マッハ選手だったの、桜庭さんあの素を出す選手ですよ。素を出すというかもう素しかない選手ですから、野生の証明ですから野生の証明。7月はじゃあ1週間ぐらい前だったら受けられますか。でも何でもできましたね。マジっすか。7月よろしくお願いします。